に生まれ落ちて輝く光に出会う生きる喜び求めてゆくこの世界を受け入れたいこの世界を理解したいでも僕の星はサファイア色の空の中で太陽は永遠の時と生命を乱す命は巡る望みと心にあふれる分かってほしいんだこの気持ちを勇気を出すの心を決めてあなたは王様なのよ信じてください
新バイクの山下さんと、はい、奈良役の松さん、そしてラッキー役の青山さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？やってみて。いや、こういうところで歌うのなんか初めてだし、まあ、生歌だったから、はい、結構ドキドキしました。そうですよね。本当に震えました。本当ですか？はい、やっぱり生のピアノで歌って歌ってもらってもそれが嬉しい。こちらこそです。だってハラミちゃんの音はオーケストラだもん。嬉しい。全部全部そんな褒めてた。私たちがいつも聴いてるオーケストラ伴奏じゃない、伴奏ではない、うん、本当ですか？私たちが、はい、伴歌伴歌初めて聞いた。伴歌だったんですか？いやいや、もう主役中の主役。いやいや、そんなことない。声させていただいて。オーケストレーションがすごいから。嬉しい。なんか、自分で弾いてて、僕これめっちゃ見たいと思って。なんか、弾いてる場合じゃなくて、もうめっちゃ客席に、もう早く行って、これを見たいってめっちゃ思ったぐらい、なんかもう、なんでしょう、もう本当に世界に入ってて、でちょうどサイネージが、ライオンキングが流れてて、何これ、なんか隣も上も横もライオンキングで、もうなんかすっごい幸せでした。本当に実は劇団四季さん の, あのここの有明 の, あの会場が最近いつオープンでしたっけ？9月に新しくオープンしまして、あの見させていただいて、まあ、ちょっとその時ね、ちょうどあの、はい、新馬役とラッキー役のお二人で、あの松さんのもぜひ、ね、次回見させていただきたいんですけど、劇団四季さんと私、あの恥ずかしながらあんまりこう幼少期とか触れてくるチャンスがなかったんですけど、この活動を始めて何回か見させていただいて、もう冗談じゃなくてマスクがめちゃめちゃ良かったんですよ。なんか片方色変わってて、本当になんかもう本当そのぐらい感動して、なんか劇団四季にもっと早く出会えばよかったと思ってて、ぜひね、この動画を見てね、よかったと思った方、劇団四季にね、足を運んでいただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。こんな経験させていただいて、YouTuber、 ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。